La 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 la, love is love. La 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 la, love is love. Let's talk about you. こんにちは、山本明子です。今日は簡単で美味しい鶏手羽煮卵を作っていきたいと思います。この鶏手羽煮卵は蜂蜜を使うことでより照りが出て味も深くなります。ニンニクのすりおろしを入れるのでスタミナもつきます。今夜の夕飯のおかずにぜひ覚えてみてください。それではまず鍋にサラダ油とニンニクを熱していきます。火をかけつけていきます。火は中火ぐらいでいいです。すりおろしたニンニクなんですが、焦げやすくなってますのでさっと炒める程度で大丈夫です。鶏手羽を入れていきます。こんな感じで鍋に隙間なく並べていきます。油が全体に回るようにちょっとこう返しながら、表面が軽く焼き色がついていた方が美味しそうに見えるので、ちょっと焦げ色がつくぐらいまで、だいたいこれくらい、焦げ色がつきましたら火を止めて煮汁を、入れていきます。お水です。お醤油です。あとはみりんです。で、蜂蜜になります。テリッとして美味しそうに見えますので、ぜひ入れてみてください。塩も少々入れます。で、再び火をつけます。空いてる隙間に卵も入れていきます。落とし蓋代わりにちょっと濡らしたキッチンペーパーをこのように入れていきます。途中鶏手羽と卵をこのような感じでひっくり返しながら煮ていくとまんべんなく煮上がりますので、やってみてください。落とし蓋をかぶしておきます。はい、それでは煮汁が半分以下になってきましたら、これを取ってですね、それで卵も一旦取り出します。ここにししとうを、入れていくんですが、もしもヘタが長すぎるようでしたら、ちょっと少しだけ切って、それでこの間に入れていきます。こんな感じで煮汁がほとんどなくなってきましたら、回すようにして、タレを煮絡めていきます。それではもう煮汁がほとんどなくなってきましたら、ここで火を止めて、それで盛り付けていきます。こんな感じでこんもりと盛って、あとは彩りに木の芽があれば添えてください。はい、これで出来上がりになります。ポイント一つ目は、水で濡らしたキッチンペーパーを落とし蓋代わりに使うことで具材に密着してより味がまんべんなく染み渡るということと、2つ目は煮汁がトロトロになるまで煮込むことで美味しい仕上がりになります。子供から大人まで大好きな甘辛い味付けになっておりますので、ぜひお試しください。今回の料理はレシピブログマガジンボリューム5に掲載されています。私のブログ、ビジュアル系フード、この他にも簡単なおかずやお菓子など載せていますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。そしてこちらのビデリシャス、ぜひチャンネル登録お願いいたします。